こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は水分の代わりにすりおろしたズッキーニを入れて、綺麗な緑色のフォカッチャを作ります。短時間で作れて、もちっと弾力のある美味しい食事パンになります。最後までぜひご覧ください。ズッキーニは緑色のものを用意してください。すりおろして容器に入れます。他の材料を全部入れて混ぜ合わせます。ズッキーニによって水分が多少変わりますので、生地が柔らかくなるまで追加してください。よく混ざると生地全体がきれいな緑色になってしっとりします。気温が暖かくなってきたので、今日は室温で発酵させます。今回は容器いっぱいに広げて蓋をして、このまま室温で2倍になるまで置きます。気温が低いときはいつものようにお湯で温めてください。発酵すると生地の表面はふわふわになって、側面から見ると生地は2倍の厚さになっています。生地には細かな気泡が見られますので、そこも確認してください。生地を取り出したら、全体に強力粉をたっぷりつけて、生地の空気を出します。4等分に切り分けます。切り分けた生地のシワのない部分を広げるように丸めたら、手で押して直径10センチくらいに平たくします。このパンは二次発酵は取らずに15分休ませるだけで十分です。天板に等間隔に並べて15分置きます。飾り用のズッキーニは薄い輪切りにしておきます。15分経って生地が少し膨らんだら、表面に指を差し込んで5、6個の穴を開けます。オリーブオイルを穴に流し込んで生地全体に塗ります。最後に薄く切ったズッキーニをのせます。ズッキーニ入りのパンなんて想像がつかないかもしれませんが、想像以上の美味しさになります。すぐに200度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。綺麗な緑色のフォカッチャが焼き上がりました。
生地はもっちりと弾力があって、とっても美味しいですよ。食べやすいように小さく分割して焼きましたが、大きく焼くのもおすすめです。ぜひ作ってみてくださいね。作り方のまとめ。ズッキーニをすりおろす。材料を全部入れて全体が緑色になるまで混ぜ込む。生地を広げて2倍になるまで一次発酵。生地のガス抜きをして4等分に切り分ける。丸めて手で押して15分休ませる。生地の表面に5、6個の穴を開ける。オリーブオイルをかけて生地全体に伸ばす。薄切りのズッキーニを乗せて200度に予熱をしたオーブンで15分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。